ポニー・ブースはアメリカ合衆国出身の作家、女優、コメディエンヌ、サイコセラピストである。イギリスに拠点を置いて活動しており、1970年代に BBC で放送されたホルティタワーズで知られている。彼女はメインキャラクターの一人、ポリー・シャーマンを演じていたほか、当時の夫、ジョン・クリーズと共同で脚本を書いていた。彼女はクリーズの最初の妻であり、 クリーズたちモンティ・パイソンによる番組、空飛ぶモンティ・パイソンにも出演している。ブースの父はウォール街で働く株式な課外人であり、母は女優であった。家族はブースがインディアナポリスで生まれた後、ニューヨーク州へ引っ越した。ブースは演劇活動をはじめ、ブロードウェイで大役俳優、ウェイトレスとして働いているところに、同じ時期に、 ニューヨークで仕事をしていたジョン・クリーズと出会った。彼女は1968年2月20日、ニューヨークでクリーズと結婚した。ブースは最初の夫、クリーズの作品に数多く出演している。彼の所属していたモンティ・パイソンの作品では、空飛ぶモンティ・パイソン、モンティ・パイソンナウ、モンティ・パイソンホ o l y g r a などに登場した。彼女はまた、パイソン作品前に、 クリーズや他のパイソンメンバーも参加して制作された How to Irritate People にも出演している。また、クリーズがアントン・チェーホフの短編コントラバス物語を改作して作った短編映画ロマンス・ウィズ AW ベースに出演しているほか、1977年にクリーズが作ったシャーロック・ホームズシリーズのパロディザ・ストレンジ・ケース・オブ・ザ・エンド・オブ・シビライゼーション・アズ・ウィー・ノー・イットでは ハドスン夫人を演じている。ブースとクリーズは1975年1979年のテレビ番組ホルティタワーズで共同脚本、共演を行っており、ブースはウェイトレス兼部屋係のポリーを演じた。同役は彼女の代表作になっている。ブースは英国のテレビ番組でリケンズ・オブ・ロンドンのソフィー役 BBC による1980年の 昇工誌本案でのエロール夫人役、ドラマ、バッカニアーズのミスマーチ役などを演じている。彼女は1981年のドラマザ・ストーリー・をブ・ルースで主演し、虐待的な父親を持つ統合失調症の娘を演じて批判にさらされた。1994年には子供向け SF テレビシリーズザ・トゥモロ・ピープルのエピソードザ・キューレックス・エクスペリメントで助演をしている。 1995年、彼女は俳優業を引退した。ロンドン大学で5年間学んだ後、彼女は英国心理療法協会に参加し、ロンドンでサイコセラピストとして働き始めた。30年余り、彼女はホルティタワーズについて語ることを拒んできたが、2009年のデジタルテレビ局ゴールドでのドキュメンタリー番組制作にあたって閉ざしていた口を開いている。 1971年にブースとクリーズの間には娘、シンシアが生まれた。彼女は父親のクリーズと映画ワンダとダイヤと優しいやつら、危険な動物たちで共演している。ブースとクリーズは1978年に離婚したが、親密な仲を保っている。ブースは2000年に作家でザニューヨーカーの元ドラマ批評家であるジョンダーと再婚した。 二人は北ロンドンに在住している。ありがとうございます。